歴史という事件が起こりました。でその時、隣のラブコという船に乗って風で流された張本人が私です。だから私にはですね、その頃がずっと引っかかっていて、なかなか船長に戻って海で戦うというのが今までできていないんですけれど、やっと今年になってですね、告訴ということにこぎつけました。なぜ不思議なというふうに思ったかというとですね、私と彼は一緒に船を出そうとしていて、私の船が流されるわけですよね。それが心配で、彼は護岸堤まで来てるわけです。で、顔を見合わせて、名月丸という船は止まってるわけですから、飛び込むはずがないんですね。私の目の前では飛び込んでいません。後で迎えに来てということで、私は別れてるわけですよ。で、私は3時間ぐらい流されたままですね、須田家の浜に漂着をします。で、仲間たちが来て助けてくれて、昼前にやっと帰れるという状況だったんです。で、帰った頃にですね、名月丸は止まったままで、染谷さんがですね、いないということを聞かされて、どうしたんだろうということで慌てていたらですね、染谷さんが溺死したようだということで、救急ヘリがやってきてですね、北部病院に搬送されていく、そのヘリが飛ぶ模様をですね、見ていました。彼が溺れるわけはないんです。私の前で飛び込んでもいないしですね、彼は若い時からヨットマンですよ。だから海にはとても慣れてる人なんですよね。その人がなぜ理由もなく、テーマの漁港に飛び込んでですね、で、溺死しなければならなかったのか。これが不思議でならなかったわけです。だから海上保安庁に対してはですね、きちんと調べてほしいと。目撃者がいるんだったら、そういう人たちの話を聞いてほしいということを言い続けてきたわけです。ところがもう昨年になって海上保安庁は、これは単なる水死事故だということで片付けられてしまったんですね。そんなバカな話はないと、親しい友人を失った俺たちの気持ちにもなってみろということで、随分ですね、海上保安庁にも乗り込んで、話をしてきたんですけど、結局は単なる水難事故ということでですね、片付けられてしまいました。で、このパンフレットの表に10月15日という日付がついていると思いますけれど、これは私たちが那覇の検察庁に対してですね、告訴状を提出した日です。ほぼ約1年提訴までかかったわけですよね。なぜそんなふうになってしまったかというと、まあ、犯人がわからない、それから、船がどんなふうに壊されてるか、後で前には喋ってもらいますけど、様子がわからないので弁護団に相談してもですね、被疑者不詳でよくわからないのを告訴するのは難しいと言われ続けてきたわけです。そんなバカなことはない、これは故意にいろんなことが悪意の工作がされているということを随分弁護士たちにも訴えてきましたし、仲間の船長仲間にも訴えてきたんですけれど、取り上げられることはなかったんです。それがこのパンフレットの14ページに鑑定書というのがついてますけど、海事鑑定協会というのを見つけてですね、海事事故を調査してくれる政府の機関なんですけど、それに、壊されたスクリューをですね、鑑定をしてもらいました。そしたら走行中ではない、明らかに走ってない間に壊されたもんだ。このプロペラがですね、4枚割られてるわけです、大きくですね。そういう鑑定が出たんです。で、この鑑定書を持ってですね、私たちは那覇検察庁に行って検事に告訴状を提出しました。検事が、なんでここに来たのって言われました。捜査、海の事故の捜査だったら海上保安庁に行くんだよって言われたんですけど、いやいや、私たちは海上保安庁を信じていないと、一切何もやってくれないんだから直接検事さんのところに来たということで書類を預かってもらって、で、この検事さんの命令で海上保安庁に捜査をしなさいという命令を出してもらってですね、11月になって正規に海上保安庁に対して告訴状を提出するという段取りを踏まざるを得なかったんです。で、今月1日になって正式に海上保安庁が私たちのこの意見書なりですね、鑑定書を受理しました。私たちは彼らに言いました。空行ったことはないだろう、去年ちゃんとお前たちが調べていれば、1年も過ぎてからね、この事件の捜査をしなければならないなんてことはないはずだ。お前らが寄ってたがって大嘘ついて、この船が壊されたっていうことに対してですね、嘘で塗り固める隠蔽工作をしてくれたからこんなことになったんだというふうにですね、まあ、今度は私たちが言い返してやりました。彼らは当時捜査している時に私たちにこう言いました。これ見ろと、お前たちは国に逆らってこんなことするからね、こんな事件になるんだ、お前
前らは私たちの敵だぐらいまで言いましたからね。下手すればこれ海上保安庁がやったことなのかもしれないということを私たちは今疑っています。だからもしこの器物破損で被疑者不詳で私たちは今起訴してくれるように証拠を揃えたり意見を出したりいろいろしているわけですけど、さっぱり海上保安庁はですね捜査を進めてくれません。昨日実はですね隣に前宮の事情聴取がありました。12月1日に、正式に受理をされてですね12月9日に1回目の事情聴取、昨日2回目の事情聴取、私も立ち会おうと思って行きましたけど出てってくださいと言って追い出されました。事情聴取たった2回で1時間1時間2時間しかやってないんです。私の事情聴取いつやるんだ早くやれというふうに直接捜査官に言いましたけど、まあ待ってください、来年明けになるでしょうね。要するに、海上保安庁の体質は変わっていない。昨年ですね染谷さんが亡くなった時にきちんと調査していれば間違いないのに、今だって一からやり直さざるを得ない。でやり直すにあたってもゆっくりゆっくり、私たちはですね証人船長仲間ほとんど知り合いですから、その当日この状況を見ているわけです。その人たちの意見を一つ一つ確認をして今ですね文章にして、こういうことがあった、この人の話を聞け、この人の話を聞けということを海上保安庁に言っています。ちっとも調べようとはしないです。もう国家権力というのは恐ろしいもんだなと思いました。海上保安庁にですね私たちこの告訴状と鑑定書を持っていきました。昨年私自身を取り調べした、1日缶詰になって拘束されて、取り調べをされました松島って海上保安庁の職員、その時に前出てきてたこの事件の現場にいた前泊とか中田とかですね、こういう海上保安官がいるだろうからということで中城でご挨拶したいから会わせてくんないって言ったら、若い取り調べ官はですね知りませんって言いました。ふざけたこと言わないでほしい、私たちを取り調べ官ね国家公務員がここにいるはずだと言った前田っていう課長が出てきて、ああ前泊さんは転勤しました、じゃあ誰誰誰誰誰誰はここにもういないのかって言ったら一人もいません。これなんだと思います？国家権力による完全隠蔽工作です。本当に怖いなということを改めて私たちはですね今感じて、います。明らかに誰かの悪意の破壊工作によって夏木丸が壊されてですね、それを海上保安庁が捜査もせず隠蔽をして単なる水難事故で片付けてしまう、これで染谷さんがですね、終わってしまうというのは私は絶対に許せません。友達としてですね大事な友達を失ったんです。ですから徹底的に私たちはこれから調べてですね、証拠があれば出していくしですね証人がいればですねこの人を調べろという形でですね今海上保安庁には申し入れをしています。やりますやりますと言ってもうやがて1ヶ月経つんですけど、さっぱり捜査を進めてくれてないというのが現在の海上保安庁の段階です。これでもし不起訴になればもう私たちも覚悟を決めて向こう数年国家権力と正面対決で海上保安庁そのものを訴えて戦おうかというふうに考えています。もう毎日胃が痛くなるような思いでですね私たちは暮らし、たまには染谷さんの夢を見たりですねしながらやっているわけですけど、もう国家権力総がかりで私たちの意見だとか証拠をですね押しつぶそうというような形でですね襲いかかってきているというのが現状だろうと思っています。私もこの事件が片付き次第ですねもう一度船の練習し直して抗議船の操船に出るつもりでいるんですけど、どうもこのことが引っかかっている以上ですね、まだ海に出る気になれないというのがですね率直な気持ちです。じゃあどんな破壊工作が行われたのかについては、この名月丸を十数年代管理してくれた前宮の方からですねロープが切られたペラが折られたいろんなことがですね行われています。要するに言い方で言うと密室の恋みたい、この船が流されて誰かが死のうと構わないというような感じのかなり悪質な破壊工作がですね行われているということが分かってまいりました。それも鑑定していただきましたので、ちょっとこれについて具体的にはですね前宮の方からお話をさせていただきます。皆さんおはようございます。